さんこんにちは、ギタリストの副島俊樹です。本日もレッスンよろしくお願いします。本日のお題なんですけど、共演者全員を振り返らせる、超かっこいいセブンスコードのボイシングということで、お送りします。まあセッションとかやってるとですね、かっこいいキーボーディストとかがですね、コードをガッといじったりとかして、おおみたいなことが結構あってですね、ギタリストの皆さんがですね、まあ、なんか同じコードフォームでこうやって伴奏するしかできないとかいう人は、あ、なんかそういう世界もあるんだなとか、あ、ついていけないなって思ったこととか、まあ、多いと思うんですよね。なかなかそういう引き出しが広がらないよっていう方が多いと思うんですけど、今回のレッスンではよくね出てくるコード、セブンスコードをちょっとね一発でもう雰囲気をガラッと変えてですね、共演者の人をおっと言わせる、あっと言わせる、そんな、コードボイシングをご紹介したいと思います。もうね多分ね、このコードをポンと弾くとですね、ピアノの人はあーみたいな、気づいてこう自分も追いかけたりとかね、ベースの人はドラムの人みたいな、そういうリアクションをですね、きっとしてくれるかなと思いますので見てみましょう。今回ご紹介するセブンスコードの押さえ方なんですけど、まあ、F7 スをですね題材に、この F7 スに対して今回はこういう風に押さえます。ちょっとやばい感じしますよね、もうね。じゃあ何が起きているのかを簡単に説明していきたいと思います。押さえてるコードの、まあ、コードネームっていうのはですね、 F9th シャープ 11th が、こういう響きになります。 F9th っていうコードはですね、まずこういう風に押さえますと、これは押さえたことある方多いかと思います。要は F7th に、9th っていうこの音ですね、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9番目の音、ルートもオクターブ上で次の音、この音が入った9th、これはねよくファンクとかでは使いますよね。何かと登場するコードで、この9th に対してこのトップの音が5度の音なんですけど、5度、4度で、シャープ11スっていうのは4度の半音上なんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11の半音上、これが F の9th に混ざると。でルート音がちょっと押さえにくいんで、まあ、省略でいいかもしれないですね。ぜひこれを使ってですね、共演者をあっと振り向かせてください。本日のレッスンいかがでしたでしょうか。単調なコード弾きに悩んでいる方には、なんかね、いいスパイスになったかなと思います。レッスンがですね、良かったなと思う方はできれば高評価を押していただけるとありがたいです。また、レッスンは継続的に発表していくので、チャンネル登録をしていただけるともっとありがたいです。そして Twitter もやってますので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。じゃあね。